はい。皆さん、こんにちは。ワネルグルビーです。では、今回は、三国志周辺イゼルロン要塞に立てこもる続きをやっていきたいと思います。とはいえですね、まあ、回避がかなりピンチ。さらに、勝敗でも、炎章亡き後の炎丹軍が攻め寄せてきつつあるということで、まあ、かなりのピンチですね。で、まず、回避なんですけども、もうちょっとここは放棄を今回、せざるを得ないのかなというふうにも思っています。とはいえ、まずね、この回避をなんとかね、まあ、救う手立ての一つとして、まあ、無駄にしない手立てって言った方がいいのかな。回避に入っているお金と兵糧、これを勝敗になんとか輸送したいと思ってるんですが、回避に今1400しか兵が入っていない状況なので、まずね、張飛と関をなんとか回避に入場させたいと。いうふうに思ってます。では早速、回避の方へと、入場させます。関羽もなんとかね、戻ってほしいな。で、提案としてはなんとかまず、自部隊鎮静。これがね、うまくはまってくれないと話にならないので、しっかりうまくいくことを祈りましょう。では、時間を進めていきます。失敗に終わった。今お話していた、頼みの、関羽の、回復が失敗に終わってしまった。で、張飛は猪突だからこうなるよね。で、可否に稲子、稲子の伝播って話だとね、まあ今中国の西の方まで稲子が来てるとか来てないとかって話は耳にしますけど、ここにはもう稲子が来てしまっているという状態だな。で、可否の方なんですが、ここに入ってる兵糧2万8000、お金2000。これはなんとかね、送り届けたいよな。まあ、そのためにもまず張飛を入場。関羽も入場。入場を果たさないことには話にならない。敵は混乱させる。関は鎮静。頼むぞ。あ、関失敗してるよ。さらに敵にも失敗している。金だけ無駄になってるだ。可否の防御力が間に合わないかもしれないな。この森林を抜けているルートをたどっている以上は。なんとか可否が持ちこたえてくれればと、こういうところですね。耐久の回復。任務は成功です。足止めしても意味ないからな。ここはなんとか、カウント張飛が戻ってくれれば、というところだけど、兵が足りない。兵がゼロになって落城ですね。悔しいな。ともすれば一刻も早く関羽と張飛は勝敗に撤退だ。まだイゼルロンが落ちたわけではない。兵糧がなさすぎるよ。これはピンチだな。本当にね、削られてきてるなという感じがしますけど。さて、どうする。金も兵糧もない。耐えるしかない。今は耐える時だな。なんとか逃げ切りましょう。勝敗には勝敗でね、炎丹軍がやってきてるんで、これも迎撃をしていかなきゃいけないという状況ですからね。さて、関羽が一騎打ち、テーフに対して。ここは関羽なら勝ってくれるだろう。
この後もね、この幻影のコラボ DLC は何回かにわたって配信される、まあ、予定ということのようなので、まあ、このカーンウとかリョフとかにね、勝るとも劣らない威力の持ち主として、オフレスターとかね、シェーンコップとか、ブルームハートとか、出てきてくれたらね、嬉しいですよね。さあ、なんとか逃げ切りだ。これそうするとあれだな、でも勝敗の方なんですけど、しばらくの間内政の方針を農業に変えましょうと言っても3つしか支配してないのか、これはこれでしんどいな。お金もないし、できることといえば探索ぐらいだな。アップデートがかかってからね、探索で金を取ってこれるようにならなくなっちゃってるからね。まあ、関羽と張飛はなんとか逃げ切りをしてもらいましょう。勝敗がなぁ、兵糧がないと戦えないよね。さすがに兵糧がゼロ、金が1600、兵糧を買えるだけ買うっていうね。金はないけど兵糧を買って上をしのぎましょう。いや、これほんと孫権円丹代わる代わる、あるいは同時に攻撃を仕掛けてくるから、まあしんどいな。どうした？いや、どうしたもこうしたもないだろう、この惨状。ここに火花を仕掛けておく。さあ、ここでまた関羽が一騎打ちだ。関羽の一騎打ちはね、トゥールハンマーに勝るとも劣らない威力があるからね。関羽張飛のね、一騎打ちでしのぎましょう、この窮地を。確実に打ち取ってくれ。打ち取った。打ち取ればゼロになるからね、兵力がね、その時点で。この勝敗に引きこもる、いや立てこもるですね、正しくは。さて、そしたら関羽は入城させます。金はないものの、なんとか農業政策を充実させにかかりましょう。関羽と張飛がいればまだ戦えるはずだ。いや、ここに関してはもうヤンよりも張飛と関羽の一騎打ち能力にかけるしかないっていうね、ちょっとなんとも悲しいですけど、まあ、これもただ立派な立てこもり引きこもり戦術ですからね。趙雲とかはどうしたんだ？それはそれとして、趙雲がどこにいるか確認しましょう。武将。
まあ、能力で、統率で、超、ああ、いるね、一応。いてくれればいい。勝敗にいる。この勝敗で、そうそうたるメンバーがいる以上、なんとしても持ちこたえましょう。で内政の方ですが、歩兵担当は、まあ、劉備の方がいいんじゃないかなって感じするね。で、訓練担当は、関。心得た。で、内政の方は、完全に、農業に特化させよう。心得ました。さてと、これで、燕丹と孫権軍を迎え撃ちましょう。いやー、これね、それぞれ、大勢力同士で争ってくれるとよかったんですけどね。例えば曹操と燕丹、燕昭と孫権みたいな形でぶつかってくれるとね、我々としても生き残りの確率がぐっと増えてくるんですけどね。そうか、張飛よりもやっぱ関羽だな。張飛は猪突持ちなので、もうコントロールが効かないですね。こうなってしまうと、なんとも言えない微妙な采配をしてしまったな。金がないものの、ここは農業を頑張ってもらう。まずはこのピンチをしのぎたい。一騎打ちだ。よし、確実に打ち取ってきてくれ。まあ、張飛ならばこの武力差があれば打ち取れる。打ち取ることが重要だからね。ああ、勝利か。打ち取りたいところだな。打ち取ればゼロになりますからね、その時点で。兵力が。さあ、張飛を戻ってきてくれ。猪突持ちのお前といえども、このピンチぐらいはわかるだろう。だ、ダメだな、猪突持ちは。さあ、もう一度一騎打ち。それが叶わぬなら入城してきてくれ。追わなくていい。張飛、戻ってこい。さてさて、どうするか。そしたらまずは回避の奪還もやっていきたいからね。と言っても金がない。金がないから何もできない。いや、張飛はもう本当戻ってこい。本当に。死ぬぞ。それ以上追っていくと。いや、もう本当に拠点がなくなってる。これ張飛の兵力がね、今1ってなってるんですよね。1、これさ、張飛1人ってことですよね。多分張飛1人で2500人の兵に突っ込んでいくってさ、正気の沙汰じゃないよな。一騎当選とは言うものの、さすがに現実的にはありえない。なんとか逃げ切れそうかな。
今回の敵の構成に対しては。ただ本当に引きこもるだけ、やることがない。いやでももう弓矢とかもね、破壊されていってるんで、花がじろになってきましたね。金があれば修復もできるんですけど、ご覧の通り金がない。金がないともう今から外交政策転換するとかっていうのももうできない。いや徹底的に破壊するな、エンタン軍は。このイゼルローン勝敗を、裸だな本当に。いやー、兵糧もね、これピンチだしな、どうすればいい。とはいえ、このまま、ずるずるというわけにいかないからな。ちょっと、関を、千で、荒野の陣で、陣地を、取り返してこよう。近いところから、確実にちょっと取り返しを行っていかなきゃいけないね。そうしないとまずい。まずはこの章。ここに、艦を荒野の陣で速攻で行かせて、ここを奪還しよう。すぐ帰ってきてもらう。兵糧ね、ちょっとでも獲得していかないと。飢え死にが出て、牢城イゼルローンに引きこもるがままならなくなってしまうので、やるとしましょう。曹操と、エンタンと、そして孫権と、この三大勢力に囲まれながらも、なんとか生き残る術を見つけていかないといけない。さて、次どこだろうな。次はこの、炉かな。ここも奪還だ。ここも、カウンにしましょう。とにかく今ね、兵糧の節約が最優先なので、さっと行ってスッと帰ってきてもらう。もう金もないしね、兵糧もないし、本当にまずいよな。どっかでなんか風向きを変えないと。兵糧が危ないな。本当に兵糧が危ない。次の8月まで持たないぞ。今更ね、さっきもお話した通りも外交政策を転換することもできない。どっかでなんとか生き残りの活路を見出したいですね。今勝敗の兵糧が3000、くぅ、金が300。いやーきついね。とにかく関羽にはすぐ戻ってきてもらおう。孫権と袁紹亡き後の袁譚、そして曹操とその袁譚、この勢力が喧嘩を始めてくれないと厳しいよね。また一つ
勢力が滅びた。さて、兵糧どうするかな。困りましたね。違う違う、農業よ農業。心得ました。農業をやります。でだ、商売に商人がいるとはいえ売れるものがない。名品が売れたりしたらね、いいんですけどね。兵糧も売れないしな。難攻不落と謳われたイゼルローンですけど、兵糧攻めをされると厳しいよね。なんとか次の兵糧まで、なんとかそこまで持ちこたえたいが、僕用から2万を超える軍、3万だな、3万1000の軍ですね、画面の左上。みんながこの勝敗を狙っているからだ。はい。そしたらね、エンタン軍がさらに、これだけの兵力を繰り出してくる予定ですね。ラインハルトと、砲火を、弓矢を交えることなく、この勝敗、イゼルローンがピンチに陥ってますが、ちょっと今回は一旦ここまでさせていただいてですね、ちょっと次回どうしようかなって感じですね。もう兵糧もお金もないので、もう自利品であるのはもう見ていただいている皆さんも、承知の通りだと思うんですけど、ここまで追い詰められてしまうと、外交を行うことももうお金がないのでできないし、打って出ることもできない、兵糧がないのでっていうね、本当に苦しい、苦しい中なんですが、なんとかね、なんとか何か起きないかというのをね、ちょっと、探っていきたいなというふうに思います。では、今回はここまでにさせていただきます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。